バルデペイナスは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。スペイン語で、岩の谷を意味する、バジェデペイナスが語源である。この地には、ハバロン川の蛇行部分が広範囲に広がり、周囲を丘が囲んでいる。そして、地下層は、石灰岩に富んでいる。スペイン広場、イベリア人が作った広大なオッピグム、または要塞化された村。 セロデラスカウェサス遺跡がバルデペーニャスで発見されている。紀元前7世紀頃のオレタニア地方の王国に属していたと考えられ、丘の上に築かれていた。アラブ支配時代、この地はトレド王国に属しており、古い要塞設備が今も見られる。聖母飛翔天教会の南側ファサードには、アラビア語で書かれた日時計や古文書が見られる。 聖母非常天教会周辺のバルデペーニャス旧市街は1212 12年のナバスデトロサの戦い後カスティーリャ女王ベレンゲラの命令で作られた。この地の住民について触れたのは1243年に書かれたカラトラーバ騎士団の文書においてである。その後もカラトラーバ騎士団領であったバルデペーニャスにはカスティーリャ王国、レオン王国、アラゴン王国から人々が移住してきた。 レコンキスタ後も、アラブ支配時代から行われてきたワイン生産が保護された。ブドウ畑とワイン生産が、その後のバルデペーニャスの繁栄の原動力となった。村は二大騎士団、カラトラバとサンティアゴ騎士団領とに分断された。現在も、カンポデカラトラーバ地区、カンポデモンティエル地区として残っている。中世には、ユダヤ人共同体が町に存在し、 少なくとも2カ所のシナゴーグがあった。ユダヤ人追放後はどれもキリスト教施設に変えられた。16世紀、ロスパドレス・トリニタリオス修道院など多くの宗教施設が建てられた。この修道院は同じ時期に建てられたマドリードの王立エンカルナション修道院のファサードと非常によく似ている。1575年、フェリッペ2世はバルデペーニャスを 初代サンタクルス公爵、アルバロデバさんへ売却した。この時から、バルデペーニャスは、騎士団の手から離れた。公爵は邸宅を広場近くに建てたが、現在は、何の痕跡も残っていない。スペイン独立戦争中の1808年6月6日、アンダルシアへ向けて進軍していたフランス軍は、バルデペーニャスを通過しようとした時に、民衆の群れに襲撃された。 周辺の村からも人々が集まり、中には女子供すら混じって、フランス軍に襲いかかったのである。バルデペーニャスの街は放火され一部が燃えた。フランス軍がバルデペーニャス通過に手間取ったことで、その後のバイレンの戦いでのスペイン勝利につながった。戦後、フェルナンド7世は街に、非常に英雄的なという称号を送った。19世紀は、 その後、カルリスタ戦争に巻き込まれるなど、不安定な時期を過ごしたが、後半から20世紀前半にかけては、鉄道の到来、電化、水道不設が行われ人口が倍増した。1895年、バルデペーニャスは、都市の地位を授けられた。スペイン内戦と並行して、この繁栄は麻痺し、スペイン内陸部でよく見られたように、バルデペーニャスの産業は衰退し始めた。 多くのバルデペーニャス市民が他の大都市へ移住していった。1980年代初頭からバルデペーニャスサンワインが復活し、マドリードのバルや海外でも見られるようになった。自治体市長はカスティーギャラマンチャ社会党のヘッス・マルティンド・ドドリンゲスで、自治体表議員はカスティーギャラマンチャ社会党11カスティーギャラマンチャ国民党 6PLJ3 カスティーギャラマンチャ統一左翼、一となっているバルデペーニャスは、バルデペーニャス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。